Hi, everyone. This is t o l k i 今回 Netflix おすすめするのはロ o c k k e y というドラマです。2020年去年 t o k i シーズン1を見ていました。そして今年2021年10月23日にシーズン2がリリースされることが分かりました。ハロウィン直前にシーズン2が始まりますので、その前にシーズン1をご覧いただければ、そのまんまシーズン2もお楽しみいただけるのかなと思いまして、今回選んでみました。 ハロウィンだと少し怖い映画を見る風習があるんですけれども、このロックキーは全く怖くないです。不思議な魔法の鍵がお屋敷にたくさん眠っていて、それについてどんどん謎を解いていくといったようなお話なんですけれども、3人の子供たちがいます。お兄ちゃんがタイラお姉ちゃんは金次、そして末っ子がボード。 で、お母さんはニーナ、お父さんはレンデルっていうお名前なんですけれども、なんとお父さんが最初に亡くなってしまいます。で、お父さんが亡くなられて、それでお父さんの実家、大きなお屋敷に、このお母さんと三人の子供たちが引っ越してくるところから物語は始まるんです。お父さんは生きてる時にもうお屋敷には戻りたくないといったような雰囲気だったんですね。こちらがお父さんの レンデルさんですねでこの方がお亡くなりになるんですが、これ第1話、エピソード1なんですけれども、非常に、何て言うんですかね、最初は亡くなる方が出てくるんですが、お父さんじゃないんですね。アジア人の方で、えー、その魔法の鍵一つ使って自殺してしまうんですけれども、まあ、最初の1話がよくわからないので、今回解説したいと思います。この解説をご覧いただいてから、本編見ていただくと、 すっとその世界に入っていけるかなと思います。こちら原作はあの巨匠スティーブン・キングの息子さんです。息子さんが作った作品なんですね。シーズン1第1話ネタバリになりますので、ネタバリが嫌だという方は、これを見ないで、えー、先に作品をご覧いただければと思います。まあ、1話を解説しないとよくわからないこう物語が始まっていくので、これですね、1話の一番最初に え、鍵を使って一人の男性、アジア人の男性が自殺します。ボンと爆発して、まあ、燃えて死んでしまうんですけれども、彼は鍵についていろんな書類を集めていて、それを多分預かってるんですね。友達の中で一番信用されていた人っていうふうになってるので、で、彼の自殺と共ととに鍵のありか、そういったところを全部燃やしてしまおうということで、彼は死んだんです。その責任から。 その鍵が自分たちが悪いと思っている人たちに渡るのが嫌なんですね。この画像のお屋敷がお父さん、レンデルの実家です。そこにはレンデルの弟、ダンカンも住んでるんですけれども、そこに引っ越していくんですね。母親と三人の子供が。で、その先ほどのアジア人の男性がなぜ自殺したのかっていうと、そのお父さん、レンデル、その三人の子供のお父さん、レンデルが 殺された、死んだっていう連絡を受けて、それで、もう自分が、この鍵のありかとか全部書類を持ってるのは危険だということで、一緒に燃やして死んでしまったっていう流れらしいんですけれども、つまり、このお屋敷に全部鍵はあるので、そのお屋敷の長男である、この子供たちのお父さん、レンデルが亡くなってしまったことにより、 きっと何かが動き出すんで、その前に自分がその鍵のありかとか全て持って死んでしまおうということだったんですね。この魔法の鍵は一つだけではなくてたくさんあるんですね。一つは例えば変身できる鍵だったり、まあ、どこでもドアみたいな鍵もあったり、いろいろあるわけです。それを一つ一つこう探していくんですが、なんとこの末っ子ボードが鍵がささやいてる声が聞こえるという特殊能力を持ってるんですね。 ま、選ばれた特別な子には聞こえるとされていて、その鍵の囁きで何か囁いてると思ってそこを探せば鍵が出てくるんです。で、第1話ではお兄さんのタイラとお姉さんのキンジにはその途中までは全く鍵のことわからないです。こちらお母さんニーナなんですがニーナも全く鍵のことはわからない。末子ボードだけが、ま、いろんな不思議な目に遭っていくんです。第1話は。 実はこのお屋敷には離れに井戸があって、それは小屋のようになっている井戸なんですね。で、その井戸の奥底に悪のどっちという女性が住み着いてるんです。まあ閉じ込められたのかわからないんですけれども、実はそのどっちと会話してるんですね、末っ子ボードは。で、どっちは仲間だよ、友達だよって。だからお母さんにはこのことは内緒ねと、自分の存在をお母さんには言わないでね。その代わり、 あなたの家にはいろんな鍵があって、それは魔法の鍵だよっていうことを伝えるんです。すると、金次が、この家、もう全く手入れもされてないんで、冬に来ていて寒いんですね。寒いから熱いシャワー浴びると。金次っていうのはお姉ちゃんです。このお姉ちゃんですね。ボードとお姉ちゃんの金ン で、なんと、キンジーがシャワーに浴びるためにブレスレットを外したんですね。で、ボードはよくよくそのお姉ちゃんのブレスレットを見ると、なんと鍵が仕込まれてたんです。お父さんからキンジーに送られたものだそうです。君なら持てると言われてお父さんから預かって、今ではお父さん亡くなってしまったからも大切なブレスレットなんですが、もうボードはいても立ってもいられず、お姉さんがシャワーを浴びてる間、ブレスレットを壊して、 鍵を取り出すんですね、ブレスレットの間から。すると、それがどこにでも行ける、どこでも鍵だったんです。えー、そして、一度見たもの。この家族は家に来る前に、ちょっとアイスクリーム屋さんに寄ったんですね。アイスクリーム屋さんに行きたいと言って、鍵をカチャッと開けると、自分のお屋敷からすぐアイスクリーム屋さんに行けるんですね。どこでもドアのように。ところが、このお姉ちゃんに言ったんですごいことだよ、これ。って言ったら、お姉ちゃんが、 じゃあパリのエッフェル塔に行きたいって言ったらボードはまだちっちゃくてパリのエッフェル塔が何かわからないんですねだからこのボードがパリのエッフェル塔行きたいと言って鍵をカチャッとしても全く行けないこれは写真でこれパリのエッフェル塔っていうのを写真で見れば行けるようになるらしいんですね一度自分が見ないとそこには繋がらないといったような鍵なんですでいくつかボードがこう鍵のやきで鍵を拾っていくんですね で、すると、鏡の中に閉じ込められる鍵もあるんですね。その、その鍵を鏡にカチャッとやると、鏡に映ってる自分が手招きするんです。おいでおいでと。で、それに誘われるように鏡の中に入っていくと、どうにかして外に出ようとしてもなかなか出られない。そのまんま鏡の中で死んでいくって言ったような人たちがたくさんいて、それ井戸に 救、えー、ってるその女の人に末っ子ボードが騙されてお母さんにこう鏡見せてあげなよと気持ちがいいんだよっていうふうに昔の人に死んだ人に会えるよって嘘ついたんですねこの井戸の女が。するとそそののお父さんに会いたいいたからいやその 言葉を信じてボードをお母さんにも見せたんです。すると手招きされてお母さんは夫に会いたいので鏡の中に入っていったっていうところで1話クライマックスを迎えるんですけれどもこの時ようやくこのお姉ちゃんキンジーとお兄ちゃんタイラーも気づくんです。それいボードが必死にお母さん助けてとか言ってお母さんが鏡の中にとか言って兄弟3人で力を合わせてお母さんを助け出すって言ったようなところが1話のクライマックスになるんですけれども こういったもう末っ子ボードを騙してその井戸に閉じ込められていたドッジが出てしまうんですね、世の中に。で、どこでもドアはドッジの手に渡ってしまった。もうこれからどうなるんだっていうところで1話が終わるみたいなお話になっています。子供たち3人のお父さんは学校の先生だったんですね。で、タイラーの同級生のサムっていう男が 拳銃でお父さんを撃ったような感じなんですが、お父さん自らが行って撃たれたような感じでもあるんですね。で、それをお互いに心に傷が負ってるんです。この末っ子ボード以外のタイラーとお姉ちゃんキンジーとお母さんニーナーはその現場にいたんですね。ですから、それぞれ心に傷があって、最初ものすごく暗いですし、前編通して暗いですし、 心がちょっとひねくれてしまってるんですね。キンジーとタイラーは。お父さんを助けることができなかった。あの現場にいたのにっていう、こう、両親の過釈にこう悩んでるわけです。で、このキンジーに近づいてくるスコットっていう男の子がいるんですけども、彼らはなんかホラー映画同好会みたいなチームを作っていて、ホラー映画を撮影したりするんですけれども、そういったなんか高校生活のようなのを見せるんですよ、このドラマ。 だから中だるみがあって間延びしてるっていうかちょっとスローなんですね展開がだから当期これ見るときに1.5倍の速度にしてちょっと早めて見てたんですけど1.5倍ぐらいの速度でちょうどいいっていうぐらいの作品なんですねですからその第1話そしてそしてこのシーズン1ですねそれよりももしかしたら今回リリースされるシーズン2で この間ご紹介したアウターバンクスのように化けるかなと思って期待してるんです。シーズン1よりきっとシーズン2の方がいいんじゃないかなと思うんですね。お父さんたちの学生時代の謎、秘密がどんどん明らかにされるようなので、実はお父さんたちもこの鍵のことを知ってたらしいんですね。学生時代みんなで。ところが、その記憶がない、わからない。まあ、大人になったらわからないのかよくわからないんですけども。 そういった謎がまだ残ったままシーズン1が終わっているので今回2021年10月23日にシーズン2が始まったら見てみようかなと思っていますハロウィンに少し雰囲気が合うような作品を選んでみましたもしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさーい Thank you for